次はノブプラス。駅弁で人気のあの味を手軽に再現しちゃいます。キジマリウタがノブに登場したメニューをオリジナルの創作ノブ料理にアレンジ。あのね、俺知り合いでもイカダメっていう人がいて、イカのありし日の形が残ってるとダメらしいんですよ。いるわね。結構今回のベルトホルトさんもそのタイプだったっぽいですよね。で、今日は今日作るのはイカ飯です。駅弁のイカ料理でありご飯料理でもあるんだけど酒が進む。いいわね。今日はお酒を合わすにはイカ飯ぴったりかと思っております。スルメとお餅で作るイカ飯風おこわ、材料これだけ？普通のイカ飯ってもち米で作るんですけど、今日はね普通のお米です。秘密兵器がお餅。お米と一緒に炊くことでまるでもち米で作ったようなもちもち感を演出する。うわ、いかないでしょこの中に。当たり目ってやつですよね。これを一緒に炊き上げることで柔らかい食感演出してみたいと思います。びっくり。お米研いでいきます。ちょっとねポイント、はいはい、すごい飛躍的に美味しくなるので。え、教えて。水たっぷり入れます。ざっとここでざっと混ぜてください。え、ざっとでいいのね。まず水をしっかりここで一回切ります。はい、ちょっとだけ入れる。ここで水が多いと米同士がねうまくこすれないので、もうこの指先でこうざっと混ぜるようなイメージ。じゃあもうこれで研ぎ終わりです。これだけで。研いだらですね一回ざるにあげてそのままちょっと置いといてください。材料切っていきます。はい、まずお餅です。あのパックで売ってるお餅筋がついてるんですよね。筋に合わせて切っていただくと一番簡単だと思います。あ、これがもちもち感を出すポイント。イカ切りましょうか。いよいよイカ飯の主役のスルメの登場。イカご飯に混ざって食べやすいような大きさに切ってください。了解。エトビンさん、カツオの時は首藤を食べたじゃないですか。イカ編ではイカの塩から食ってるんですよ。渋めなあてが好きな人ですよね。違うわ。生姜です。細切りにしたいと思います。さすがいい手さばき。じゃあこの炊飯器に材料入れていきます。はい、まずお米ね。今日は1合分です。お醤油、砂糖。炊き込みご飯作るとき具を入れる前に水加減しましょう。具が入ったら水加減が分からなくなっちゃうものね。そしたらここに具を入れていきます。スルメと千切り生姜、お餅を入れてスイッチオン。さあどうだ。では炊き上がりました。開けてみましょう。おお、しっかり混ぜてご飯の周りに餅を絡める。そうするともちもちの食感になるんですね。どれどれ。切るような感じで、こういう感じで混ぜていきます。いや、ちゃんとおくわになってる。こうすれば完成です。乾物の当たり目使ったんですけど、やっぱり乾燥させてるので味がギューッと濃縮されてるんですよね。このイカの旨味がご飯にしっかり混ざってとっても美味しいと思います。お餅を一緒に炊く、この技を覚えてもらうといろんな炊き込みご飯もできると思うので、ぜひお家でもお試しください。スルメとお餅がいい仕事をするアイデアレシピ。うん、これはまさしくあの駅弁の味。すっごく簡単で美味しいから、みんなも作ってみてね。